矢田部です、今日はですね、ボールを止められないこの改善をやろうと思います。で、ボールを止められないっていう、これちょっと、はい、まあ、ボール止められないこの特徴ね、いくつかあるね。はい、1、いくよ。はい、真面目ね、もう止まっちゃったこれ今ね、次、2、ギリギリで動き出すこれね。あとは3、はい、ボールを前にファーストタッチと混同している。そうですね。まず一つ目、分かりやすいのはみんな止めなきゃ止めなきゃって言って止めろって言われて、こうやって見るのめっちゃ、うん、止まってしまわない、ごめんなさいね、うまくてねこうなる感じ、うん、ね、横から見た時に姿勢が壊滅的に終わってる、見てるからね。ボール、ここからボールが発射される、あそこからここまでをじーっと見てるんですね。ください、ね、見すぎて、要するにここの腰から下を、ね、短く使っちゃってる。どうするかっていうと、これに関してはできるだけ肋骨から使いたいのよ。長く長く使いたいっていう。次にボールが来た時に2つ目、足上げるの遅い。キャッチボールでね、あ、いいよって言って構えてるよね。普通だったらね、構えてないと投げないでしょ。だからボール来るなと思ったらもう構えておくね。で、あと3つ目が、ここでボールを必ずどっかに動かさないといけないと思う。ここの発想はもうそもそもが違くて、前に出すのとピタッとここに止めるのもいいんだよって。だから止めるのがね、いかにもダメみたいな感じだけど、ピタッと止めるのが実は難しいんですよね、うん、なんでこんな難しいことをダメ的な扱いするのかわからないんだけどね、ピタッと止まりますよね。で、4つ目がここで触る場所が間違っている。ボールを触る足の箇所が間違っていると、箇所がもうそもそも違うよっていう。 でこの4つ目の改善は、ね、ボールのどこを触ったらいいかを理解すると。これ結構多いのは、ボールの中心を触れば止まると思ってるんだけど、近くってもっとこの辺よね、置いた時上の部分、ね、髪の毛の生えるあたりを、ね、足の、ね、みんなこの骨のあるところで触ろうとするんだ、蹴る場所で触ろうとする。ちょっと違うな、こっちのへこんでるあたりにこの形でピタッとはめるようにしてあげるのが基本かな、ね、だから4つ目はここで来たら、ね、ここでちゃんとボールを見すぎない、相手の顔と同時にボールが転がってくるのを見て早く用意して足の箇所で触ってあげると。だから練習としてはですよ、徳丸さんから来る、ね、徳丸さんはね、スシローさんとかね、くら寿司さんとかね、はま寿司さんとかのもう例を見ながら、かっぱ寿司、ここでお寿司を取る練習をしましょう。どうぞ。例に流すのプロですね。うまい。うまいですね。あ、お寿司が来たよって言って、お寿司が来たよって、こういう取り方しないですね。しないですね。ね、大体お寿司もびっくりしてね、びっくらぽんですね。うまいこと言った。お寿司がびっくりする。これはダメですよね。これを、はい、早く、ね。ついつい俺は手を出してしまいたくなるんだけど、ね、ここでずーっとこうやって見てる子、ダッサいですよね、うん。ダメでしょ。だからちゃんと、ねね、取り方をグーで取らないでしょ。指ですよね。ここで、はい、どうぞ。ちゃんと箇所を決めて取る。手のひらでも取らないですよね。うん、ここで、はい、構えてやると。そうしたらここで同じ発想で足の形さえ一緒だったらどこ向いても止まりますよね。うん、これさえあればこれも向けると。だから真面目な子ほどミスしないようにしようとすればするほどにミスは生まれるから。
ちょっと適当にいい加減な子がサッカーうまそうに見えるんですよ、最初のうちって、うん、あんまこういうこと言うと語弊が生まれますね、うん、でも実際俺余裕だしってやつがサッカーうまいんですよね、うん、そうですね、メンタリティですね、ちょっと舐めた感じ、うん、ここで俺うまいしこんな感じうぇうまいっすよねっていう風にぜひこのノリやってください。真面目だったらこんなね、もうそんなのとか言わないでください。そんなのダメですよ。いやそんなのダメですよってね、こんなね、そんなこと言われてもとかってやってもダメですからね、適当にはいよ余裕っすわっていうね、この雰囲気、おほら徳丸さんが余裕っすわって感じがする。お余裕余裕っすわ、おー余裕っすわね、ではこれぐらいで楽しんで友達と遊びの前で覚えるのが一番早いです、うんね、練習でぶっつけ本番で監督コーチがおいちゃんとまらーっていう中で今の余裕っすわってぶっ飛ばされますからね、それどころじゃないよねきっとね、超怖いな、ミスったらなんか走りだとか言ってるしあいつみたいなね、なるんで余裕っすわって感じは友達と遊んでやってみてもらえればいいかなと思います。はい、ということでチャンネル登録お願いします。